じゃあこんにちは、そゆたかさん、はい。まあ、先日日本代表と欧州代表の試合が2日間あったね、はい、行われまして、その中でもやっぱりびっくりしたのが大学生が4人選出されたというところで、はい、まあ、宗山選手はちょっと怪我で出られませんでしたけれども、いやでもね、はい、宗山ベンチに入れたな。そうですね、勉強させるために。そういうこと、まあ、そこら辺がこう井端監督の粋な計らいというかさ、うん、はい、まあ、先見の明というかね、うん、まあ、そういうのを感じるよな。はい、中でも金丸選手、はい、それから投手ですね、中村投手、はい、そしてバッターの西川選手という3名が出場しまして、はい、まあ、衝撃をちょっと与えたというか、見てるファンに。よかったな、はい、で、ゆうたかさん、率直にまずどうでしたか、その印象。いや、まずさ、はい、プロと一緒に全日本のユニフォームを着て、はい、どういうピッチングするかなっていう、まあ、もう相当な緊張感もあっただろうし、はい、そのアマチュアの中ではトップだと思う、うん、で、小山の大将でいけると思うんだけど、はい、だからいろんな想像たるメンバーがいる中で先発をして、はい、堂々たるピッチングができる、あの肝の座り方、はい、これにやっぱりまずはびっくりした。ああ、気も座ってんなと思って。だってまず超満員で、ああいう雰囲気の中でいろんなすごい選手がいるじゃないですか。まあ、そうだね。そこで投げるっていう度胸というか、憧れてるのがやっぱプロじゃない、はい、目指してるところが、うん、でプロからメジャーっていうことも考えてるのかもわからないけども、うん、でそこをまだアマチュアの時に舞台を踏めるっていう、はい、まあ、そこがやっぱ相当な実力と、うん、でも緊張感に耐えられるだけの精神力があり、はい、いいピッチングをしたという、うん、で投げてるボールも素晴らしいし、はい、これ山本の入りも良かったね。あ、そこもリードも、リードも良かった、うん、ああこれはやっぱこう金丸のいいとこ引き出してんなって、うん、最初にパンパーンと見せといて、はい、後を抜いていったりだとか、はい、うん、いやなんかすぐでも使えるな。やっぱり今年の秋の、ね、ドラフトの目玉と言われてますね。いや目玉だろう、うん、まあ、初球から150キロをマークして、うん、鋭いスプリットも織り交ぜながら初回から2つの三振を奪うと、で2回も2つの三振を奪って2イニングをパーフェクト、最速151キロを記録というところで、はい、顔もいいしな、凛々しいし、はい、何しろコントロールがいいわな。うん、すごいですね、あの舞台でコントロールを。うわ、こんなピッチャーアマチュアでいるんだなみたいな。やっぱレベルは上がってきたなと思うよね、クオリティは。そうですよね、うん、でバトンを受けた2番手の中村投手、はい、自己最速に並ぶ157キロで三振奪うと。いや早いよな、と思ったよ見ました見た、はい、ただこの子はもっと伸びしろがあるね。それはいや金丸にないっていうわけじゃないよ、はい、でも完成度が高いという、はい、金丸は、うん、あの中村はあまだまだこれ伸びるなと思った。それはどういう投球から見ながらそういうことを感じたんですか。ちょっとねボールの話が早いんだよね、はい、リリースポイントがちょっと早いんだよ、うん、これをもうちょっと前に持ってこられるようになってくると、うん、まだ打てなくなるから。あ、さらにっていうことですか。さらに。あ、そうなんですね。あ、魅力あるね、うんうんうん、じゃないよそんな悠長なことを言ってるような素材ではない。いやでもすごいですね。いや素晴らしい、金丸も中村も本当見事やったな。そうですよね。でこの中村選手、はい、11球中7球が155キロ超えとい うアマチュアのレベルを超えたような。いやだからもうそういう時代になってきたんだよな。で早いだけでなくてやっぱり制球もいい。いやいいよ。で縦に鋭く落ちるスライダーで空振り三振を奪うなど、はい、変化球の精度も申し分なく打者を圧倒していた。だから変化球ももっと良くなると思う。さらにプロに行けばこのピッチャーは、うーん、だから伸びしろはすごく感じたけども、うん、言えば先発型ではないような感じがするな。2人ともですか。いやいや金丸は先発型、中村は、まあ、長月から抑え、まあ、抑えだろうね、うん、あのそのもう球威で押していこうしていくっていう。そうだね、だから本当に魅力はあるよね。そうですね。そして青学の西川選手は攻守で光る活躍を見せて評価をさらに上げたと。思い切りいいなあこんなになんか堂々とブリブリブリ振れるからな。すごいですね。で的確に打っていくしな、うん、で追い込まれたらノーステップでバッティングをガラッと変えたりだとかできるしね。すごいですね。いろいろやっぱこう野球の勉強もしてるんだろうなっていうのは感じたよね、うん。怪我で入れなかった明治大学の宗山選手ショートですけれども、うん、もうね去年
のドラフトの時に豊さんが宗山選手、まあ、来年だけどいいよねっていうのはずっと言ってましたもんね。いやだからもう取っちゃえよかった。それ無理か。年で、まあ、いやだけど怪我してもね、やっぱり岩田監督が入れるというのはさ、まあ、それだけのものを感じてるんだよね。つまり今シーズンドラフトにかかり、うん、で来年プロに来て、うん、あなたはいずれかは侍ジャパンですよ、まあ、そうだね、中心金丸、中村、はい、西川にしたって、はい、WBC の、うん、ゆくゆくは中心メンバーになるのかなっていうようなことも含めて、まあ、ベンチから外さなかったと、怪我してもね、試合に出れなくても、うん、だから、まあ、ここら辺はもう井端監督の粋な計らいというかさ。そうですね、うん、これまであの侍ジャパンの選考っていうとプロだけが選ばれて、なかなか大学生が4人も入ってくるっていうのはない。練習試合みたいなもんだから、まあ、入れて舞台を踏ましたっていうことなんだけどもさ、うん、だけど踏ますだけの価値はあったよね。でしたね。いや、まあ、見事だったな。でそういう場をさらに与えた、その本番に、ね、与えた井端監督やコーチ陣の考えっていうのもすごいですね。まあ、そうだね、まあ、そういう方針、うん、まあ、将来に向けての、うん、まあ、こういうことがなかなかねできなかったから、はい、でも井端監督になってね、うん、まあ、周りもの意見もあったとは思うけども、それを積極的に行う、まあ、井端監督もよく見てるよな、見てます、アマチュアのような、うん、だから、まあ、そういうので、まあ、先行して入れたと思うんだけども、はい、まあでもいい方向だよな。そうですね、だからいつまでも変わらない全日本っているじゃない、うん、はい、もうずっとメンバーが何年経ってもっていう、うん、だからまあそういうんじゃなくて、うん、やっぱこう全日本の中でもうかうかしてたら、そのうち 2,3 年後にはもう取って変わられるよみたいな、まあ、そういう一つの選手として箔がつくからね、うん、WBC とか行くと、はい、だからみんなも積極的にね、そういうメンバーの中に入りたいという、うん、ことも考えてるだろうし、だからまあそこら辺でこの4人っていうのは楽しみやな。そうですね、まあ、将来が楽しみですけど、その前にじゃあこの4人はどの球団に行くのかっていう楽しみがまた一つこの秋にあるわけで、さあ豊さん、いやいや、この4人はどこでも欲しいよ、うん、まあそうですよね、じゃあどこ、まあそうですよね、じゃないよいやみんな行きますよね、どの球団も。まあそうだな、どこ向き、どこの球団行ったらいいんじゃないかなみたいな、豊さんが考えるですよ、独自で。まずは金丸投手行きましょうか。左ピッチャーな、はい、金丸投手、やっぱりもうヤクルトに行ったらもうエースになれるような感じがするよ。もう即、まあ、即というか、うんうん、まあ、それはなかなかね難しいかもわからないけども、はい、ヤクルト行ったら本当に天下だよね。そうですね、今ヤクルトピッチャーがね苦しいだけに、ピッチャーが苦しいだけに、うん、やっぱこう使うポジションっていうのはちゃんと与えてくれるだろうしな、うん、ヤクルトなんか行ったら本当にいいよね。そうですよね、うん、あと関西大学なので、どうですか、例えば関西とか西寄りのチームが行くっていうことはあるんですか。そりゃオリックスだっていいなと思ってるだろうし、まあ、そら阪神だって、そら欲しいだろうなと思うよ。まあどこでも欲しいよ。どこでも欲しいか、先発型のピッチャー、うん、どこでも欲しい。ただ左ピッチャーで言えば、育つといえば DeNA だからね。左といえば DeNA ですね。そう、そうか、DeNA もか、まあ DeNA、そうでも、うん、いい投手がいて学びたいっていうんだったら、うん、西武だよね。西武か、西武、オリックス、オリックス、西武、オリックス、東証国のとこですよね。どうご、いや、もうソフトバンクも欲しいと思う。出てきた、やっぱ和田もね。あ、そうか、年になってもう年齢がね、来てるし、うん、だからやっぱり左って言ったら欲しいだろうな。左の装置ですね、先発ってやっぱ欲しいですよね、うん、ただヤクルトですか、豊さんがじゃあ一応押すとしたら、ヤクルトのユニフォームが一番似合いますかね。いやそこですか、なんかオリックスが行きそうな感じですんな。オリックス、そうか、オリックス行く。いや、まあ、関西の方で落ち着くかなっていうような感じがするんだよね。ってなるとやっぱ一番オリックスですよね。オリックスか阪神か。現状阪神は左の先発、いやいや、伊藤将司がいるし、いますよね、伊藤将投手いるし。でも岡田監督の性格から言ったら、うん、行かないかもわからない。避ける、うん、取れる人を取るという、はは、競合した場合は行かないよみたいな、うん、それはもう巨人も欲しい。いや、どの球団に行くべきかじゃないよ、うん、どの球団も欲しい。欲しい。他のあと3選手もいるので、てかさ、1つ選んでください。だから球団1、2、3、4位で取ればいいんだよ取れたら
それ取れないな、全部1位で消えるな。そうですよ、全部、うん、そうです、消えていきます絶対。そうだな。ってなると豊さん的にはこのチームに行った方がいいんじゃないかな。あ、行った方がいいのはヤクルトだな。OK です、じゃあヤクルトにしましょう、はい、さあ続いて、同じピッチャーいきますか。中村投手。中村、はい、中村投手は愛知です。そうだな、はい、中日行きますかね、同じ愛知っていうことで。あそこはさ、うん、抑えはしっかりしてるんだよね、はい、まあ、そういう意味では、うん、違う、巨人。巨人か、巨人に入ったら強力になるよ、まあ、1人も埋まるから。そうですよね、もしかすると大勢投手に変わってなんてことも可能性はあるよ。ああ、いや本当にそうだな、中村、うん、巨人、うん、まあ、オリックスも欲しいな、うん、ああそっかそっか、平野がちょっとな、そうです、ね、年齢的なこともあるし、うん、オリックスも欲しいと、うんうん、あと、うん、広島も欲しいんじゃない。広島か、うん、その抑えというところでも栗林がね、はい、どうなのかっていうこともあるし、うんうん、そらお前どこだって欲しいよな。そうですよね、ロッテとかまだ名前出てきてないですけど。そうだな、うん、まあ、ロッテ行っても面白いよな、うん、まあね、増田投手がベテランで年齢的なこともあったりとか、あと楽天とかも、例えば今年ね、則本が抑えに回ってるけど、はい、則本投手は先発に回れるんですよね。そう、また戻してもいいような感じだよね。ああ、そっかそっか、まあ、そういうことをやるかどうかわからないけども、うん、だからそういう可能性も出てくるよね、うん、西武とかは甲斐野とか行って、うん、今年多分抑えて成功すると思うんだよね、うんうんうん、だからいらないかなって、うん、それと日本ハムもいらないかなって、はい、うん、ソフトバンクもそうですよね、オスナとかいるし。でも外国人って当てにならないから。あ、まあそうか、だからまあ取っといてもいい。ちょっとおり、あ、そうか、取っといてもいいっていうような選手じゃないけど、ね、そうですね、もう第一番に取られる、消えるから消えちゃうから。そうなんです。いやだからまあその後ろがねちょっと不安定な、うん、でもヤクルトも欲しいだろうな。まあそうでしょう、ね、いやこのピッチャーが抑えにいてくれると田口をまたユーティリティ的に使えるからさ。そうか、いやそしたらやっぱ大きいよな、そういう戦力が。ワンちゃん欲しい。でもヤクルトね、金丸投手いっちゃうから、ちゃうから、そしたらもう巨人だな。巨人、分かりました。中村投手は3球団競合のせい、巨人が阿部監督が見事引き当てると。そうだね、うん、まあロッテも欲しいけどな。ロッテも行くんじゃないかな。ロッテも、いや増田がやっぱりか、そうなんですよ、ちょっと不安定になりつつあるからね、うん、だから4球団競合、4球団だ、4球団行った末巨人が取るんじゃないかと。そうだな、分かりました。さあ続いて野手、西川選手いきましょうか。青学です。ソフトバンクだな。それは国防監督が、いや、やっぱ後輩っていうこともある。そうかそうか。でもソフトバンク金丸投手行っちゃってますけど、やめます、外れるから。あ、分かりました。じゃあ外れ1位では取れない、取れない取れない、無理です、行かないと。ということは諦めるか、金丸投手。石川か。どうしますか。まあ西武かな。ああ、西武じゃ金丸投手諦めますか。諦めきれないんだよね。どうします。でも絶対外れ1位なんて絶対西川選手ならないですよね、きっと。まあそうだな、阪神さんもまだ残ってますし、日本ハムさんも。いや、やっぱ欲しいところは、うん、やっぱ西武で打てる1番が欲しいんだよ。ああ、で彼はやっぱ1番バッターとしても機能していくだろうから、はい、西武はやっぱピッチャーが多いから、西川行こう。分かりました。西武金丸投手を諦めて西川投手を1位指名します。そう、はい、あそこ1番が固定されると、うん、ある程度回るようになるんだよね、うん、打順が、はい、だから西川内野手、うん、西武ライオンズ、はい、西川、西川、青山学院、うん、なんか聞こえてきたよ、ね、聞こえてきましたね、今会場からね。そうそうそう、高輪かどっかの。そうそうそう。お、じゃあ西武西川選手いきますね。そうそうそう。他球団どうですか。他球団、うん、まあね、結構外野手でダブついてるんだよね、うん、まあ広島も行ってもいいけどな。でもね、広島今一応中村投手が候補で行ってるんですよね、まあ、あとどこが残ってるんだ。阪神、DeNA はまあ金丸投手いきます、ね、阪神もいらないんだよね、外野手は、はい、日本ハムいらない、いらない、あと残ってるの、まあ、いらないって言ったら失礼ですね。そうですけども、あとは中日さんですね、うん、まあ、ちょっと西武にして、わかりました、一旦西武にしましょう、はい、で残ってるのが明治大学の宗山、はい、宗山選手ショート、これは中日、お、行きました、中日宗山選手、はい、それはやっぱショート、やっぱショートだよ。ああ、そうか。今、まあ、日本ハム、日本ハムか、
日本ハムもやっぱそのショートの定位置っていうところで言うとなかなか上川畑選手がいます。オリックスはね取りましたから、ね、横山取ってるから、うんうん、だからまあここ紅林もいるし、うん、ここら辺はこの2人でなんとかって思ってるだろうし、うん、そうだな。阪神はもうショートいますもんね。それでもいや俺は阪神も行く可能性があると思ってる。宗山選手ですか、うん、それはどうして将来的なことか。でも宗山選手って即戦力なんですか。即戦力ね。そうすると鳥谷2世だから。え、じゃあどうしましょうか。何木浪選手と小畑選手は。だから争いだよ。争いか、争いかほらほうよ。そうか、なんかそんな感じがするな。なるほどな。で、これ1位引くのどこだと思います。豊さん的に宗山選手はどこ行った方がいいと。やっぱ中日じゃないか。即スタメンというか、うん、戦力になってくれそうですよね。そうだな。あ、中日か、なるほど。で揃いましたけれども、金丸投手と中村投手が4球団競合で、宗山選手は3球団。いや中村ロッテ行かないな。行かない。宗山行くんじゃない。ショート、うん、上田も取ってるでしょ、うん、明治大学、うん、1個先輩、うん、上田キュート選手でしたっけ。そうそうそう。もう取りますか。取ったら層が厚くなるよね。まあ層が厚くなる。いらないかな。まあ、ここら辺はまあ DeNA でも今年本当にショートが決まらない、うん、そうですよね、うん、誰を使ってもちょっとピンとこなかった、うん、そうなってくると宗山っていうのが来るかもわかんない。そうですよね。金丸としてなくてショートの方欲しいってなりますよね。で中村、うん、ね、巨人7、8、9、5も揃っちゃったと、うん、言ったら金丸いっとこうかみたいな、あ、先発の方の可能性もあるし。そうか、宗山いっとこうかっていうこともある。っていうことは今シーズンのそのチームの状況によって、仕上がり具合によって、うん、また若手の成長度によって全然違う、うん、そうですよね。だから今はもう本当に分からないよ、まあ、言われても、ね、確かに最後の最後で疑問に気づいたんですね。そうそうそう、難しいよ本当に。難しいですね、うん、これは結局直前にやらないと分からないですね、予想は。まあ、シーズン終わって。いやそりゃそうだよお前。無茶ぶりだもんお前。確かに無茶ぶりでしたね。いやだけど、うん、そのぐらいやっぱりこの4人っていうのは素質豊かだし、はい、うん、でもそこにもっと他にもいるからね。もちろん他にも、ね、この4人が目玉だろうけども、はい、他に目玉出てくるから、うんうん、だから楽しみだよね。そうですよね。もうこの4人を語るだけでも楽しいんだから。本当そうですよ。いや本当に。でやっぱりこの4人がじゃあプレミア12に選考されるのかどうかっていうのも楽しみなので、じゃあ次の動画では豊さんにズバリプレミア12のメンバーを選考してもらいます。わからないって。まあいいか。頑張ってください。